はい、こんにちは。今日も腹周りの脂肪燃焼トレーニング一緒にやっていきましょう。1種目20秒でインターバル10秒、全5種目になってますから、しっかりお腹引き締めていきましょう。まずはひねりながら上体を起こしていきます。しっかり息を吐きながら背中を丸めましょう。ドローインといったお腹少しへこましたまま行ってください。より効果的です。はい、次はレッグレイズ系です。今日レッグレイズ少しひねりながら上げていきましょう。下腹だけじゃなくてこの横の腹斜筋も鍛えられますから。足下ろしすぎないようにしましょう。足を上げた時にしっかりお腹が丸まるように。はい、次体を起こして猫背にしたままタックしていきましょう。抱え込むことですね。少しひねりながら頑張って、まっすぐひねる。これ曲げた時にしっかり息を吐きましょう。はい、次はプランク系いきましょう。でプランク系は体幹だけじゃなくてお腹にストレッチをかけれる種目ですから、すごく効果的です。頑張って。下ろした時に一瞬お腹が反るようにしてください。はい、お疲れ様です。いよいよ最後なんでこれで頑張りましょう。最後はロシアンツイスト、ひねりをさらに加えてしっかりねお腹引き締めてください。あとちょっと。はい、お疲れ様でした。今日の腹筋5種目いかがだったでしょうか。かなり連続して行うときついと思います。で今日1セットやりましたけど、最大で2セットまで頑張って大丈夫です。で毎日やろうという目標じゃなくて、2日に1回とかまず3日に1回から始めてみてください。それよりもね、継続することで必ずねかっこいいシックスパックが手に入りますので、ぜひまた一緒に筋トレしましょう。興味のある方がいいと思ったら高評価お願いいたします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。